過去のもう大暴落のパターンとかなり一致している。やばいっすよもうね、それ見たことがあって起きますよ。ちなみに景気後退起きたら基本的にはドル円は下がりますよ。はい、うーん、繰り下げてる、繰り下げてます、はい、高値は繰り下げて下げてます。誰と電話するか。皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ。小山です。ゆかてぃんです。本日は特別ゲスト、こちらの方にお越しいただきました。どうぞあ、どうもすいません、失礼します投資系人気 YouTuber のディンさんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします我々のチャンネルにもついにこんな大物の方に来ていただけるように。いや、もう爆増すぎて申し訳ない、本当に。いやいやいや、ただ損してるだけのおじさんです。よろしくお願いします。普通の人そんなに損できないいや、まあ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 、まあ、勝ってますから。昔買ってたの、昔、まあ、もう大爆増ですけど。 FX 系の YouTuber でジンさんのこと知らない人いないんですからね。うん、そうなんですか。まあ、でもなんか損してるイメージがすごいんでしょうね、どうせねいろんな YouTube の人がライブやってる中、うん、常にジンさんが一番多い。確かに一番ダメですからね今含みさん1億1000万近いですからねでもないです。もう本日はジンさんにお越しいただいたわけなんですけれども、本日のテーマこちらです。円高ドル安材料を集めてみたということで。来るんですか、円高ドル安。来るらしい。年初にいろんなアナリストが今年は円高になるって言って、はい、あ、言ってました。年末120円だか130円だかって言って、はい、今いくらなんだい。150円超えましたねおい、どういうことだよこっちはね、ドル円ショート2年握ってスワップ2000万払ってるんですよ。頼むよ、死んでしまうぞ。スワップ2000万払っても生き残ってるのがもうとんでもないです。いや、まあ愚者ですね昨年同天井で買っちゃったんで、はい、どうしてもロングが打てなくて、うん、FX はやめた方がいいぞ。でも来るらしいです。いや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 、 あなたでしょ、このスライド。やっぱ最近どうしてもいよいよもう円高だというようなアナリストさんの、あ、またアナリストさんですか、コメントを目にするようになってきてるんですよ信用できねえな。まあ、また信用できないかもしれないんですけれども、今回は違うかもしれないと。あ、でも実際でもう天井だと思いますけど。そうですね、なんかいろんなテクニカル的なサインもすごい下がるとは限らないんですけど、でも天井を打ったかなみたいな感じはいろいろしてるので、もう楽勝ですね材料を集めてきたのでお願いします。行きたいと思います。4つですね、持ってきました。円高ドル安要因ということで、はい、まずもう米金利の頭打ちですと。もう10年債は 5% やっぱ限界でしたと。そうですね、はい、確かにアメリカももう FRB 利上げしないっていうね、相場が売り込んでます、ね、そうですね、もう利上げは終わったんですよ。うんうん、次には利下げ、はいいやー、米国債買うべきだったよな。なんでドル円ショートしてんだろう、スワップ払いながらそして、まあ、ドルときて、うん、円の方の要因ですね、うんうん、ついにもう10年以上ですか、まあ、やってるの、うん、大規模金融緩和もいよいよ来年終了するんではないかと、もう多くのアナリスト、エコノミストが言っております。いいんですか、日銀にそんなこと期待しちゃってえ、しないんですか。いや、わからないです。我々どこに住んでるんですかここが一番アンノーンなんですよそうですね、いやマジで日銀動かないんで、はい、でも、まあ、口では緩和継続と言いながらも、うん、少しずつずらしてるじゃないですか。そうなんですよ、実際リートとかも今年、はい、ほぼ買ってないんですよ。そうそうそう、だから金融緩和を少しずつやめてるんですよ。そう、ステルステーパリング的なことをやってるわけですよ。なるほど、だから多分その金融緩和やめるよって断言しちゃうと、うん、円高になって株が売られちゃうんで、言ってることやってること矛盾してるんですよ。ゆっくりゆっくりって感じですよね。そうなんですよね、だから信じたいところなんですけど、まあ、日銀の口から金融緩和終了が出ない限りは油断できないですよ。そして3番目、米国景気減速の可能性と、うんうん、これもなんかもう今年の3月ぐらいからずっと聞かれてるんですよねいや、これはやばいです、はい、これマジできます。おいや本当にきます、はい、まあ、いろんなあれありますけど、はい、米指標最近落ちてるじゃないですか。いや、そうですよね。で、ま、チャートで全部その指標の経済指標を全部チャート化して、はい、昔と比べたんですよ。で、2001年か2年ぐらいの、ドットバブル崩壊と2008年のリーマンショック、はい、あの時とチャートの形が経済の指標の落ち方が似てるんですよ。うん、過去のもう大暴落のパターンと
かなり一致している。かなり一致でも、しかも最近アメリカの失業率上がり始めたじゃないですか。上がってますね。上がり始めると景気後退なんですよ。過去20年、40年ぐらい。確かにそうですね。サームルールとかっていうのがあって、確か直近の経済指標からすごい短い期間で 0.5% とか上がると景気後退が近いみたいな。そうのもあって結構来てますね。結構してるかもしれないですよ、下手したら。後から分かるんで。確かに1と3はね、確かにその通り。そして4番、ドル円の長期のポジションが閉じられてるんじゃなかろうかと。はい、うんうんうん、これね、 IMM 通貨投資通貨基金、はい、なんか違うな、さっきのものですか。大口が、ドル円じゃねえ、円のショートを13万入れてると。はい、で過去10万超えてくると、まあ買い戻しが入る、うんうん、最大級に積み上がっちゃってるんで、うん、もう天井ですよ。まあ、いつかはね、閉じないといけないポジションってことですからね。そうですね。しかも投機的なあのプレイヤーのポジションなんで、うん、これは本当に来るかもしれないです、うん、でいわゆる円キャリートレード、円を売って高金利通貨買うっていうトレードは古来より長続きしないんですよ、うん、でもうかれこれ2年ついてるじゃないですか。はい、もう終わるって。3年目はない。ない。断言します。ない。絶対にない。あくまで僕の個人的な意見ですよ。はい、ピンポンってね、ここ入れますから。はい、それでは一つずついきたいと思います。まず、ドル円チャート出しておりますけれども、はい、米金利がいよいよ頭打ちじゃないかということで、じゃあ10年債を出しております。はい、やっぱり 5% をいったところですよね。はい、もう限界が来たような感じが非常にしております。はい、で、長らくここ5から4.5 ぐらい行ってたんですけど、はい、まあ、いよいよ垂れてきて。そうですね。そんな状況を見て取れます。なんか一時期100兆円ぐらい国債のショートを空売りされたらしいですよ。あ、そうですね。いや、まあ、ヘッジファンドがね、この辺りからまだまだ売って上がるぞと言って駆け上がってきて、で確か 5% 行った時にビル・アックマンさん、ね、著名債券投資家のビル・アックマンがリグった。著名投資家がリグってこう転換したんで、いよいよ天井かなみたいな。普通に考えたらね、売りすぎでしょ。過去のやっぱ金利も 5% ぐらいで止まりやすいんですね。はい、どこまで遡るかな。3ヶ月とかです。してるってことは分配金ずっと払ってるわけでしょ。そうです、そうです。このリーマンの円とかもここで1回止まってるんですよ、 5%。はいはい。ここでも止まって、うん、ここでも止まって、そしてサブプライム。なるほど。はい、今よりこの昔よりインフレが落ち着いてきていて、うん、その時代で、まあ、やっぱ 5% いいところなのかな。こうしてみてめっちゃ上がりましたね。上が急激ですね、この上昇。ゲスト2年で、はい、うん、1% 未満だったら 5% まで上がったの。ドル円スワップポイント250円の日が来るとは思わなかったですね。めちゃめちゃ取られた。でもこれもこうなるかもしれない。今アメリカの、ね、インフレ率が 3.5% 全国円まで来てるので、はい、単純に考えるとこう行くんじゃないかろうかと。そうですね、一つ でドル円もやはりこう下がっていくんじゃなかろうかとなると、はい、結構米ドル円の相場に相関してなかったんですよね。ようやく先日から落ち始めて。そうですね、やっとかという。やっとですよ、まあ、高値圏ではもうぶれますからね。うん、これが、まあ、目先145円とか、はい、でもいよいよ下がってきたら140円いくんじゃないかという。とか140円って全然今年あったんですよね。そう、もうかなり遠い感じに見えますけれど、もう数ヶ月前ですけどね、8月ですからね、はい、もうここの来た道を戻っていく。これでくっそやられた。8月マイナス5000万だったら一気に1億になりましたからね。いや、ここですよね。そう、本当にだって相当下げてますからね、ここ。そうそうそう。でこれがまあ一つの金利がもう頭打ちではないかという、はい、いう一つですね、うんうん、そして日銀でございます。2番目、いよいよ、マイナス金利を撤廃して金融緩和終了に向かうのではないかと。本当かな。でもこれは本当に多くの人が言ってますからね。まあ、日銀本体が動かないとやっぱりね、はい、変わらないじゃないですか。はい、やっぱ動きが遅い。そうですね。なんでしょうね、上田さん変わって1年くらいかけて長期的レビューをすると、うん、長って思いましたよね。いや、だってもう日本インフレ率 4% でしょ。はい、は遅いよみたいな。終わっちゃうよ。もう世界中が利下げに入る中で利上げできないでしょ。頼むよ、20年。本当に日銀だけずっと緩和してるけど、その間アメリカは利上げして利下げして利上げしてもう一回利下げに行こうとしてますからね。そうですよね。2週遅れみたいな。うん、
ダメだ、日銀に行きたい人、俺がバカだった。じゃあこれもしかしたら来ないかもしれないですけれども、有名なアナリストの方ですね、東海東京証券、佐野さんという方が2024年4月から6月には YCC 修正撤廃するのではないかと。なんか多いですよね、来年の4月ぐらいに緩和やめるんじゃないの説、ね、はい、もうあの金利の先見通しを示すあのオーバーナイトインデックスアップっていう指標があるんですけれども、はい、もうそこら辺だと7月とかにはもう、はい、日銀は利上げするんじゃないだろうかと。それ当たるんですか？まあ変動はします。フェドウォッチみたいな。フェドウォッチみたいな、はい、なるほどね。ただやっぱり債券投資家とかはかなり前のめりにはなってきてっていう感じですね、はい、そして3番目、アメリカ景気減速もしくはリセッション来るんじゃないかと、はい、大手の金融機関と投資、運用会社が言っております、うんうん、はい、代表的なところだとモルガンスタンレー、名門投資銀行大手ですね。で、JP モルガン、最大手の金融機関メガバンクというところですね。あと、ピンコ、大手の債券ファンド。そして、ダブルラインキャピタル、新債券王のジェフリー・ガンドラックさんがいて、この人、資産が22億ドルもあるらしいです。そんなに稼いでどうすんだろうね。そういう人たちがもう来年アメリカリセッションになるかもしれない。もちろんこの人たち以外もですけれども、言っております。まあ、するでしょうね。はい、触れて見れると分かりますけど、景気後退ってまあ2年スパンぐらいに起きるじゃないですか。そうですね、まあ来るでしょうね。うん、コロナっていう異次元の緩和しちゃいましたから、はい、そのツケをどこで払うのかですよね。うん、そして劇的に金利を上げてその反動もいよいよ来るんじゃないだろうか。うん、これ来年って言ってるのはいつぐらいなんですか。んいつぐらいなんですか。いつぐらいっていうのはね、予想されているのは、あそこはまでは見てないです。うん、そうですね、うん、いや足んないよ。いきなり来るもん、ドカーンって。あ、確かに本当にあれですよね、ある時突然来ますよね、急落って。本当にすぐ出てきて年末ぐらいに来ると思ってたんですけど、今のところなんかなさそうですよね。うん、多いのはなんか3月とか、はい、あそうなんですか。暴落しやすいですね、3月に、なんか秋に暴落しなかったらじゃあ3月までみたいな。そうそう、だそれを言うとお前この間暴落するって言ってたじゃねえか突っ込まれるんですけど、うん、ピンポイントで当てらんないですよ。株の空売りはやめとけよと。そして逆イールド、これが起きたのがいつでした、去年の5月ぐらい、3月か、ぐらいに起きているんですけれども、これが逆イールドが起きると景気後退が来るっていうふうに、まあ、一般的に言われているのですが、米2年債10年債で3月から逆イールドが発生しましたと。で、戦後9割の確率で逆イールドが発生した後1年6ヶ月以内に景気後退が来ることが多かった、はい、なので逆算すると今年の9月から来年2025年1月の間に景気後退が来るんじゃないかというふうに。今11月ですよ、あと2ヶ月しかないじゃないですか。いやそうなんですよ、今11月今景気後退してんじゃないですか。可能性、まあでも小売りとかもかなりブレーキかかってますし、うん、実際アトランタ連銀かな出してる GDP ナウっていうのがあるんですけど、うんうんうん、1ヶ月半ぐらい前は 5% 前後とかだったんですけど、うんうんうん、急に落ちてきて今 2% ぐらいですね。 2% ですね、うん、なのでなんかそんなに変わるっていう。でも 2% ってそんなに低い数字ではないです。 2% あの先進国ではまあ巡航速度ではあるんですけど、うん、3% 劇的に落ちてるわけですよ。まあまあそうです。もうやばいっすよ、ちょっとやばい、やばいっすよ。もうね、それ見たことがあって起きますよ。ちなみに景気後退起きたら基本的にはドル円は下がりますよ。はい、うーん、リーマンもドットコムバブルもドル円下がってますからね。本願危機もなんかブラックマンデーも下がるよ、ドル円。どこまで下がりますか。いや、わかんねえ。どこまで上がるかどこまで下がるか、そうで基本当たらないじゃん。そうですね、難しいですね。ただやっぱ逆イールドを言ってる方は本当に多いですね。多いです。しかもね、40年ぶりの深さですからね、はい、相当なレベルで来るんじゃないですか、うん、次の景気後退。信用すんなよ、 FRB ソフトランディングとか言ってるけど、あれはあっち側の人間だからそれは言わざるを得ないわけです。そうですね、ハードランディングするかもとは言えないですからね。いや、世界壊れるかもなんて言えないですからね。うーん、まあ一応ね、9割ですからね。まあ、ほぼ確じゃないですか。ほぼ確、1割で外れる可能性もある。ああ、無理でしょ。でもなんか今回の、まあ、金利の上げ方もそうですけど、いろいろとこう異例なことも多かったじゃないですか。やっぱ急だと金融市場にとって良くないんですよね。うん、これで逆に来なかったら親っていう感じですよね。なかったらもう無限に上がるんじゃないですか。何がですか。え、株も。あ、株も、はい、ノーランディングでですか。ノーランディング、うん、無理だと思うけどな。
まあ、答え合わせはもう1月末には出てそうですね。そうですね。これ落ちなかったら謝罪しますか。謝罪しますか。よーし、いやー、謝らないといけないの。あくまで発信者個人の見解です、はい、もうデータから言ってるだけですからね、はい、あの、いや僕はあの含み損で謝罪してるんで。誰よりも誰の迷惑もかけてない。俺も損してるってことで。こっちは自己責任。そうです、未然に張ってますからね。はい、そしてアナリストさんだけの意見じゃなくて、うん、テクニカル的にも結構転換サインが出てきております。はい、まず僕曜日ごとの陰線陽線データを結構取ってるんですけど、うん、基本的にやっぱ上昇トレンドにある最中は月曜と金曜が陽線になりやすいんです。うーん、はい、やっぱその週が上がると思ってる投資家さんが多いなら早いうちに買っときたいじゃないですか、はいはい、で月曜日上がる、いやでも来週も上がるんじゃないかと思ったらやっぱ金曜日にも買うんですよ。なるほど。なので金曜と月曜の陽線率ってめちゃめちゃ高いんですけど、あ、これでも株にも使えそうですね。はい、そうなんです、そうなんですよ。うーん、これをですね遡ると、はい、ここ金曜、はい、陽線、もうちょっとこの辺から行った方がいいかな。ここは陰線ですね、はい、で、ここ金曜陽線です、はい、陽線です、はい、陽線です、はい、とまあ続いてるんですけれども、そうです、ね、ここ最近この辺りから、まあ、150円超えてからですよね、はいはい、結構様子が変わってきたんですよね。金曜、特にこの金月陰線っていうのは、はい、この上昇トレンド始まってから初めて、うーん、そしてここも3本連続陰線で、ここ金曜日じゃないですか、はいはい、そして、6週上がったんですけれども、はい、金曜日の大陰線がついて、すごいのも来ましたね。でついに直近の安値も割り込んだという流れになっています、うん、そして他にもありますと、やっぱ金利、先ほど言いましたけど金利が落ちてきました。そしてドルインデックス、こちらも落ちております、うん、ついにドルインデックスも高値圏から割り込んできた。ドル弱いんですよね。そうなんです。円が弱すぎて目立たないだけで、はい、ユーロドルとか買いたいんですけどね。日本って何だ、すぐ利口でしょ。これ 1.09、 ユーロドルも上がってますよ、ね、1.12 までいくでしょうねこれね。はい、そしてこちらは円インデックスですね。はい、僕 FX13 年ぐらいやって、あのこれ見たことなかったんですけど、ユカティンが見てるのを知って見るようになったんですけど、え、知らなかったんですか。知らなかったんです。あ、でも見るとめちゃめちゃ便利だなと。そうなんですよ、まあ基本弱いですよね、はい、ずっと弱かった円インデックスが突然強くなってきた。これ円買いじゃないですか、はい、あれ円ドルインデックスが下がる、インデックスが上がる、あ、ドル円の利率かみたいな、うん、動きもあっての急騰かなということで、はい、ドル売り円買いだと、これ下がるかな、うん、そんな感じもしております。どうなんですかね。どうなんでしょう。なんか円が買われる要素が全然なさすぎて実感わからないですけど、ね、いやそこは正直あるんですよ、うん、まあでも利食いがねたくさん溜まってるから円が買われてるっていうよりかも利食って買い戻しが起きてる、うん、利食いの円買いなのかなって感じがすごいしますね、うん。最後はローソク足と移動平均線ですね、うん、4時間足の100日移動平均線、まあ、長期の移動平均線ですね、うんうん、これ表示されすると、止まってます、うん、止まってね、サポートされてましたよね。明確には下抜けてないじゃないですか、はい、完全に下抜けて、うん、1回止まってここがレジスタンスラインになってるんですよ。テクニカルアナリストの方 いかがでしょうか。いや確かにその時売りましたし、はい、あ、これ転換したかなって思ったんですけど、やっぱこう戻ってきてるじゃないですか。割と強いですね。そうで、まあちょっとやっぱこうレジスタンス意識されてるようなこう値、ね、動きはやっぱあるんですけど、はい、なんかちょっとこう叩かれてるような感じがまたちょっとまた上に抜けちゃうんじゃないかなっていう。ね、そう見えるよね。抜けると150回復しちゃいますよ。いや、まあ、ちょっとまあ言ってもこう線はなだらかなので、はい、横に平行っていうか、うん、まあ、わかんないですけど、はい、まあでも抜けたのは結構大きいですよね。今までずっとだってもうかなりしばらく上でしたもんね。そうですよ、やっぱ上昇トレンド、うん、トレンドっていうものは今まで起きていたことが続くということなんですよ、うんうんうん、でも起きてなかったことが起きているっていうことは、うん、やっぱトレンド転換じゃなかろうかと、うん、個人的には思っております。まあ今収録24日の金曜日ですから、はい、今日次第じゃないですか。やっぱ金曜日ですよね、大事ですよね、うん、先ほどおっしゃってた月曜と金曜、はい、今日が下がれば、うん、まあしたかなって気もしますね。
今日上がったらね150抜けそうですからね。そうですね。なのでこれ今日すごい上がったらもう動画がボツになっちゃうかもしれないんですけど、全然ボツしない気がしますけどね。あ、まあ、天井はいつか来るのにね。天井はいつか来る、本当ですか？天井はいつか来ると思う。いつか来ますか？いや、どこが天井かわかんない。300円かもしれないし、わかんないですけど、ね、待て。そうですよ、あのプルトリコなんてもう十何年間ずっと天井よ。10年とかじゃないんじゃないか、20年でしょ。そう落ちてますよね。いいのもあるからね。トルコなの日本、嘘でしょ。某ね、あのどこかドイツ銀行がどこかほらアルゼン、ああはいはいはい、アルゼンチンペソかとなんかと一緒だみたいな、トルゴリラと一緒だみたいな、はいね、言ってます。ドイツ銀行が言ったんですかそれ。確かドイツ銀行、え言われております。日本へ超喧嘩売ってるじゃないですか。それはね、1年で30円で値段したんですよ。いや確かに嘘でしょ。これがもしかしたら150円が通過点で200円いっちゃうかもしれないし、まあ、でも今日のテーマとしてやっぱり これだけの材料揃うと、もしかしたら転換するかもしれない。ですよ、冷静に考えてみてください、うん、アメリカはまだもしかしたら景気はいいかもしれないけれども、うん、でもほぼ間違いなく、うん、アメリカは来年利下げしますと、うん、でも 2,3 回する、早いとも5月には利下げするのがフェドウォッチで見れてるわけですよ、うんうん、ドル円の価格はだいたい米日米金利差で説明できちゃう、うんうん、それが縮小するわけでしょ、うん、いやー下がるんじゃないだろうかなと、うん、でも今年の初めね、アメリカ年末利下げって言ってましたよね。そうですよ、どこに行ったんですかそれは。めちゃめちゃずれ込んどるやないかと、はい、うん、まあ、でも年初確かに円高予想多かったですけど、はい、1年前と今ではもう明らかに状況は違うので、さすがに今回ばかりは、さすがにですか。アメリカの相場格言でね、はい、今回は違うっていうのがあれですよ。何それ。はい、すごい暴落が来たとしても、はい、いや今回はこの暴落じゃない、押し目だと。あ、はい、株を買うみたいな。ああ、それがセオリーだってことですか。それがセオリーというか、まあそういうことわざがあるみたいな。まあアメリカ株買ってれば基本的に上がりますからね。そうですね、暴落したら買いでいいんじゃないですか。もう上がるかもしれないです、うん、大統領選、ね、大統領選ありますからね、はい、でもやっぱそう、まさに大統領選で、大統領選あってガンガン引き締めてたら、うん、経済が持たない、政権がもう、そうでしょうね、する今のうちに高派にしてやれるだけやっといて、はい、大統領選前に利下げみたいな、ああそうですよ、株が政権からね、あ下げしろって要望が来るかもしれない、それっぽい。今回は違うんだろうかと。で、考えても今はピークですよね。いいと思います、純粋に。個人的な意見で。今はもう利下げじゃないですか、ドル円爆下げですよ。簡単な話かもしれないですよ。なんだ、あと1年耐えれば楽勝だよ。あ、よかった。いや、あと1年もじゃないですよ。もう半年も耐えれば。あ、そうか、1月ですもんね。そうですよ。デッドゾーンは。よかった、ジンさん助かった。よかった。もう今、本当は来てますけど。もうここかもしれないですよ、5月。売ってるな、チャート。すげえ買ってるな。この、でも、このチャートだけ見ると、ここ行きそうです。まあね、行きそうだよね。こんな感じ。うわ、テクニカルアナリスト的にはどうなんですか。え、どうなんですか、テクニカル的に。え、じゃあ上ですよ。上なんです。え、じゃあ、テクニカル的にはじゃあ上です。はい。個人的には個人的にはいや、だって月足だけ見せるのずるくないですか。じゃあ分かりました。じゃあ週足しますか。いや週足も大して変わんないじゃないですか。あ、そうですか。じゃあ。いや、4時間ですよ、4時間。やっぱほら、4時間。マルチタイムフレーム分析ですから。分析だね。はい、やっぱこう、もうちょっとキュッてしていただいて。はい。今週と、やっぱほら、ダオ理論って、はいはいはい、ご存知ですよね、はい、もちろん。安値と高値を引き上げていくと、はい。これどうですか、安値は繰り下げてる。繰り下げてます。はい、高値は。繰り下げてる。繰り下げてます。あれ、どうしようかじゃないだろうか。え、どういうこと？ダオ理論に基づくと、うん、高値と安値が、うん、切り上がってる状態、ずっと切り上げてる状態だと上昇トレンドなんですけど、はい、ただ安値が切り下げました。高値も切り下げました。うん、両方切り下がると今度トレンド転換っていう示唆になるんですよね。なので今こちらが。安値が切り下がっております、うん、まあ、これちょっと高値まだなんて言うんでしょうね、上がるか下がるか分かんないですけど、うん、もうこの段階ではトレンド転換かもしれないっていう風に見て取れるかなと思います、すごいお気に入ってますね。そうですか。いやいや、まあちゃんとダオ理論に基づいて喋っておりますから。で、ちょっとゆかてん先輩
個人的にはどう思ってるんですか。いや、言わない。いいんですよ。正直いいんですよ。私マイナス 1億円ですけど、全然気にしないんです。いや、ね、買うときは買いますし、売るときは売るんで。トレーダーらしいですよ。優秀なトレーダーはそんな感じでしょ。まあでも、ちょっと150円逆に目指す材料を考えたときに、あと何があったっけみたいな。あの、社長はもう、いやいや、152円に行くと。まだまだ金利差はあるんで。ヒロピーさん、売らない方がいいんじゃないですか。あ、そう。金利差やっぱすごいから、まだ上がるんじゃないかって言ってますね。うん、割と奥トレでもそれ言ってる人いるんで、わかんないですよね。週足でなんかちょうどすごい上がってすごい下がったんですよ。これが出てくると割と転換があるかないかみたいな話で、あ、これですね、すごい上がってすごい下がったじゃないですか、うん、これですね。それがトレンド転換しやすいらしいんですよ。言うても過去結構してるんであれですけど、直近だとほら下に下がって上がったじゃないですか、はい、これですか。それでやっぱり下に行くと見せかけて上に行ったじゃないですか。この逆パターン。逆パターンですね。ああ、なるほど。これがね、結構でかいんですよ。週足見て、すごい上がって、すごい下がった、すごい下がって、すごい上がったは、トレテンのサインだぞっていう。確かにそうですね。しかも、ちょっと日足にまた戻しちゃうんですけど。とか、今の週足なのか。そうです、そうです。最近の値動きも、この直近ですね、はい、高値更新して、はい、すぐ売られてるんですよ。そうですね。ここも結構頑張ったんですけど、はい、やっぱ売られて売られてじゃないですか。そうですね。高値圏ではみんな買いたくないんですよね。まあ介入警戒ですかね。為替介入っていう話がね、大昔にありましたね。そうですね。昔ですよ、もはや。もう今介入警戒の一文字も出てこないですよ。まあそれが高値行くとどうしても出てくる。そのせいじゃないですか。言うと、まあ、すごい下がるとは限らないけど、やっぱこういうの見ると、まあ、よく言われてるのはこう145円付近、はい、このあたりまでは。でもなんか一度落ち始めたらもうすごいと思うんですよ。去年の12月がまさにそうだったじゃないですか。早かったですね。まあ、もちろん下落要因があったんですけど、はい、そういうのが一度落ち始めるとスピード半端ないですから、ね、確かに上昇はじわじわだけど下落はもう半端ないみたいな。4円くらいしか戻ってないですかね、こんなに。で何落ちたのに上がってんだよな。本当ですよね。だからこうみんなこうアナリストもさんも外してるという、うん、はい、ということで、うん、そろそろ今日のまとめに入りますと、はい、転換サインは出てる、暴落しないかもしれないけれども、はい、転換した可能性は非常に高そうだみたいな。でも普通に考えたらもう上がらないと思いますけどね、うん、ここからだってどんどん上がっていくってなんでよって話じゃないですか。いや、そうなんですよ。すごい上がる理由なんだろうと思うと、アメリカの景気がめちゃくちゃ良くなるかなと僕は思ってるんですけど、どうやらその兆候はないんですよ。まあそりゃそうでしょう、ね、はい。浮かちに上がるとしたら何があると思う。いや、だからそこがだからわからないですよね。一つ懸念してるのが、ね、日本のツイッター。ああ、円が売られる。確かに。そっちか、まだ売られるのか。なんかめっちゃありそう。いや、確かに GDP 経済悪いですね。そうなんですよ。アメリカ悪くなったら日本悪くなっちゃうから、結局円安は続くんじゃないか説って。貿易収支もマイナスらしい。そう。これまで日銀会合のために円が売られております。そうなんですよね。やばいよ。どうすんだよ。日本終わっちゃうよ。これ本当に一番最悪のパターンですよね。確かに。利上げできる時にしてがよかったのに。うん、もう本格的に円が、なんて言うんでしょうね。もう価値のない通貨として見なされてしまうってことですよね。これはね、もう FX どころじゃないですよ。本当ですよ。日本国民全体ですよ、うん。確かに。そうなったら日本のインフレも大変なことになっちゃいますね。うん、トルコみたいになるかもしれないですね、マジで。カップラーメン400円になるかもしれないですよ。でそうなった時に日銀はじゃあ金融政策変えられるのかどうか。いやー、わかんないですね。もう利上げのカードは切れないでしょうね。ね、早めに利上げしておけばできたのにみたいな。なるかもしれないです。わかんないですけどね。最悪の想定。最悪の想定。でそこまでいかない限りは、まあ、現状じゃないかと。わかんない。やっぱ2国間難しいですよね。アメリカ落ちるの分かってても日本がどうなるかわかんないですから、うん、ということで本日は円高ドル安材料を集めてみたでお届けしました。後半ですね、そもそもジンさんって何やってる人でなんで FX 始めたのかっていうところ、うんうん、そもそも意外と知らない人多いと思うんですよ、うん、なのでそこをユカティンが引き下げてくれると、はい、興味あるんですかそれ。ただのさんの人生ですよ。興味ないと深夜にジンさんの放送あんなに見に来る人いないですか。だから爆損しすぎて、はい、爆損1億で減
釣ってるんで釣ってる釣ってるあれがなくなってきたら人言えるから言ったら、いや裏でめちゃめちゃもう聞く、それはない、それはないですよね。まあそ本当に、ね、でもただ株は勝ってますよ、はい、株は勝ってる、そんな全負けはしてないですか、はい、そんな、仁さんの皆さんが聞きたい質問をゆかてぃんがまとめて、NG なしということですので、はい、ぜひ後半戦もお楽しみにご視聴いただければと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてぜひ仁さんのチャンネルの方もよろしくお願いいたします。お願いします